Hello, welcome to my channel. It's me, Rose. これからもつ煮込みの作り方紹介します。紹介しますね。すいませんね。これはingredients or 材料、酒、parang alak siya here in Japan. Mirin. I don't know. Hindi ko po alam kung Tagalog ito. Malamis na niya siya.Shoyu or toyo, miso, number one daw siya. Ano ko ito to? Kapaligtan, kore pa, number one. Tofu, yes, tofu or tokwa. At kailangan po natin ng, marami pang zaryo. Ano to, shoga or ginger, iya.Next naman ko is konyaku para siyang gulaman. Konyaku ne. Depende po sa inyo, makaseru, tonogurai, iritai, inuwa, atashi, niko, inos, konyaku daisuki da kara, musumewa ne. Ato wa, konyaku. Kore gobo. Hindi ko rin po alam to in Tagalog.Gubo. Dalawa yung lalagay ko. Gubo. Ninjin or carrots. Daikon or pipino. Ah, pipino yung nakti. Ano nga ba talaga? In Tagalog to. Ano ba? Radish to. Radish. English. And lastly, ba, ito? Hondashi. Hondashi ne.はい、そしては今度このもつはね洗います。 or ブフガサンコナボイルコナコシャ一回一回ボイルして、これ何回も洗っちゃうんでしょ、何回もボイルする、臭みなくなるまで。yung amoy niya kasi medyo nabancho。 今混ぜてるね、or nilalamuta ko na siya sa show and su para matanggal yung amoy. で今度はこれは生姜ね、生姜の皮取ります。そして今度は生姜スライスしてね、こんな感じ。これは後にボイルしてるもつに入れます。ラボイオンのスライスコナ、生姜 or ginger、 生姜ね、今度全部入れます。これまだボイルして後で洗うからね、臭みちょっと。でまた塩かけます。また洗うから大丈夫ですよ、失敗するじゃないよ、大丈夫。あともう一回塩入れます。バイサイズ取れる感じに切ってください。こんな感じで、このピザじゃじゃん。 next は大根は切ります。いかがですか、切って皮切ります。何回目ね、もつがボイルしてるしてます。今回はこのぐらいだけね、小さい、あんまり皆さん言ってるんだったら、今私のチャッピングボールは色変わったね、やっぱりごぼうの色が変わって、これがついてる。で、こんな感じ。水も変わってるね。生姜、薄くスライスしてます。これはもう最後に入れます。最後っていうか、さっきボイルしながら生姜も入れたんですけど、今はもう取れないからね、後で。そのままで料理はしに。で、半分。このぐらい、ダイスみたいな感じ。よし、こんな感じ。そしたら、もう全然匂いしない。はい、見えますか？すごい水がきれい。油もないし。生姜入れます。入れます。生姜ね。
sugar. そしたら、じゃじゃーん、醤油入れます。とりあえず。そして、酒のみりんは箱ぐらい入れます。とりあえずね、次は酒。これは酒。ちょっと混ぜて。先のごぼう、切ったごぼうはこれも入ります。これいっぱいボイルしても柔らかすぐにならないから大丈夫です。今も入ります。今度はね、人参は入れます。人参。人参と先切った人参と大根。今度あと大根ね。もう全部入れちゃったんです。豆腐はもう柔らかいからそれは最後に入れますね。これまたボイルします。これは柔らかくなるまで。多分あと何分？まあ10分かかるんじゃない？お、切ったこんにゃくね。これも、もういりますね。これも、ずっとボイルしても大丈夫です。すごくなってますよ。ボイルして、今度、味噌。味噌は、いります。味噌ね。ここにね。スープ。少しここのスープ取ってね。ここに入れて。で、これは溶かします。味してみてください。このもつ煮込みにね。しょっぱくなるから、ちょっとそこで、ちょっとずつだけ気をつけてください。混ぜます。そしてちょっと味チェックだね。味薄いからまたもうちょっと味噌入れます。このぐらいだけちょっとだけ。また溶かした味噌を入れます。ちょっとずつね、混ぜて。はい、これも全部入れます。これは今食べたらあまり美味しくない。明日が一番美味しいと思う。これが時間経つともっと美味しくなるからね。混ぜて。よし。もうちょっと酒入れます。もっと美味しくなるように本だしは入れます。これこれが入ってます。味物とこれはもっと美味しくなりますよ。一個で大丈夫と思います。明日もう一回チェックするから味ね。でまた混ぜて。もうちょっとボイルしてみます。私のもつ煮込みの作り方。それで最後に豆腐は入れます。豆腐ね。豆腐入れて、これでもう一回少しボイルして、これが最後です。ちょっとカラフルになってるかな。カラフル。人参はそこないかな。まあこのぐらいで大丈夫と思います。私はね、これも一回ボイルします。こんな感じ。これが最後。これ、感じね。
い、完成です。これで終わりました。今音が聞こえますかな。これで明日また温めます。味は染みるように。おはよう。そして今もう一回もつ煮込み温めてして味してみます。味、味噌入りますね。もうちょっと味噌。そしてまたこっちにかけて溶かしますね。今一番美味しいところなんですよ。もう味は昨日いっぱい染みてるから美味しいよ。こんなとこ。はい、今これからかけますね。これ入れといて、ちょっとずつだけで混ぜて、でもう一回味チェックして、もうちょっといいかなどうかでチェックするね。うん、これもちょうどいい。それで後でまた完成します。どんなセットは見せます。これ食べ方かけて、長ネギね、長ネギかけて、あと唐辛子、ちょっと辛い唐辛子かけて、この食べ方ですよ。美味しいよ。これで完成です。もつ煮込みです。はい、どうですか？本当美味しい？本当に？あ、美味しい。喋られないね、美味しくて。久しぶりだね、もつ煮込み。